はめちゃくちゃスペシャルなゲストをお招きしております。皮膚科内科医の友利新先生です。よろしくお願いします。友利です。題して先輩友利新先生にルーツと美の秘訣を聞いてみた。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ウルバナラボの砂川です。今回はめちゃくちゃスペシャルなゲストをお招きしております。皮膚科内科医の友利新先生です。よろしくお願いします。友利です。皆さん、はじめましての方も多いのかな、それともね、いつも見てますだったら嬉しいです。友利です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。友利先生とウルバナは本当に宮古島っていうつながりで、はい、宮古美人スピロスキーに来てくださって、本当に長年お付き合いを。そうですね、私が一番最初にウルバナさんを知ったというか、美伝スを知ったのが空港の、今の空港になってたと思うんですけど、空港の売店に特産品とかって売ってるじゃないですか、はい、それであって、これ何って思って買ってみて、それからこのビデンスピローサっていう薬草がすごいんだっていうところで、私は何かで紹介したらご連絡があってみたいな、そこからですよね、はい、そうですね、もう10年以上は、ね、はい、だってそれから私2回結婚しそして子供も3人生まれ、激動の、ね、何年かを多分ウルバナさんは知っております。はい、はい、先日インスタライブでもご一緒させていただいたんですけど、はい、今回 YouTube でもコラボが実現いたしました、はい、本当にありがとうございます。こちらこそです。そして改めまして、友利先生、チャンネル登録50万人おめでとうございます。ありがとうございます。本当なんかびっくりです、本当に自分でも。であと50万人記念にウルバナさんも協賛していただいて、私の大好きなお茶を、記念品を購入していただいた方にプレゼントしていただくということで、ありがとう、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、この友利先生の50万人のファンの方も知りたいであろう、友利新という人物についてちょっと深掘りをさせていただこうかなと思います。聞きたい人いるかな、大丈夫ですかねでもまあちょっと、はい、ちゃんとイメージを崩さないようにいこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。題して先輩友利新先生にルーツと美の秘訣を聞いてみた。はい、よろしくお願いします。はい、友利先生ってメディアとかで幼少期の話とかされることってありますか？本当ちらっとですね、なんか小さい頃どういう感じでしたかとかっていうのはありますけど、そんなにそこまで深掘りをっていうことはそこまでないですかね。なるほど、じゃあ今日は宮古愛をたくさん、はい、語っていただいて、はいはい、よろしくお願いします。まず一問一答形式で10問の質問に、はい、友利先生には一言でまず一言、はい、答えていただきます。長く喋るのは得意なんですけど、一言、わかりました、はい、なるべくコンパクトにできますね、はいはい、その後にお答えいただいた内容をちょっと詳しく、はい、はい、了解です。と思います。では早速準備は大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です、はい、では早速スタートしていきます。まず第一問、はい、小さい頃のあだ名は？新た。なるほど第2問、小さい頃どんな子供でしたか？変わった子はい。第3問、なぜ宮古島を出ようと思ったんですか？大きくなって戻ってくるために出ようと思いました、うん、第4問、島を出て一番のカルチャーショックは？うん、なんだろう、人が多い、人が並んでる言葉が通じない第5問、お医者さんを志したきっかけは？私自身がお医者さんに助けられた経験があるから、うん、第6問、皮膚科を専攻した理由は？やっぱり人間、見た目から入る医療も必要だなと思ったので、うん、第7問、尊敬する人がいますか？母親です、うん、第8問、宮古島に帰ったら必ず行くおすすめスポットを教えてください。おすすめスポット、いっぱいありすぎるんですけど、でも今は一番ね、私実家からも伊良部大橋がすごく綺麗に見えるんですよ、うん、だからやっぱり伊良部大橋行ったりとか、あとは私沖縄宮古の中でも久松っていう地区なので、はい、久松のおじおばのところには行く、うん、そこがやっぱり私のパワースポットかなと思います。はい、第9問、小さい頃からやってる美容術がありますか？小さい頃からの美容術、はい、
そうですね、小さい頃から親にこれいいよとかっていう、地元の例えばビデンスもそうだし、アロエとか、小さい頃から地のものをよく食べたり、あと日焼けをしないようにするとか、水分をしっかりと取るようにしたりとかっていうのはしてます。じゃあ最後ラストです。第10問、自分を一言で表すなら。一言で表すなら何だろう。これちょっと自分を表す変わった人変わった人、面白い人自分を一言で表すと、多分見た目と中身は大きく違うのかなっていうイメージですね、うん、なるほど。はい、はい、ありがとうございます。10問終了です。はい、はい、これからちょっと気になるワードがたくさん出てきましたので、いやこれ一問一答って本当難しいです、はい、なんかいっぱい喋っちゃいそうだけど、うん、はい、ではちょっと1問、はい、第1問からちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、はい、うん、機械的に喋ってて教授が何って言ったらはって言ったらしいんですよ覚えてないんだけども、昔から自分の中でのスーパーヒーローが、あの医者だ、おじさんたちだったっていうこともあって、あ、じゃあ私も医者になろうって思ったっていうのがあります。10年前出会った時からおっしゃっていて、ウルバナさん、それが私、あ、この考えは都を変えてくれるんだと思ったんですよ、うん。